こんにちはテンバーアカデミ堀秀です今日はアマゾンオーストラリアの情報でですねズバリ開始時期を予想した記事を見つけましたのでご紹介しますオーストラリアアマゾンの物販開始は今年の10月2017年10月だろうという記事ですねこれは、えー、ティンベイっていうね、えー、ebay とかアマゾンのセラーに情報を 提供するサービス、その会社があるんですけど、その記事で,です、ね、今までの経緯、あるいはね、ホリデーシーズンには当然稼ぎたいだろうという状況を考えると、今年の10月にアマゾン・オーストラリアを開始するんじゃないかと、ただ、それはもうそこに始まるということでね、商品を仕入れ出すとか、そこまでの角度の高い状況ではありませんと。 いう注意書きがついてるんですけど、まあ、開始時期は10月だろうと。まあね、大、ま、体そんなもんじゃないかなと。それを目指して準備してるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、開始を見逃さないようにですね、オーストラリアアマゾンに登録しましょうと。ね、これ、アマゾンオーストラリアで今もう物販開始の、えー、開始になった情報欲しいですかというページができてますので、えー、そこに登録しましょうと。まあ、この登録方法についてはですね、 メルバガの方でまたお知らせしますので、それを参考に登録しておいてください。で、今までの経緯、まあ、アマゾンはね、えー、ブリスベン、あるいはシドニー、メルボンルにですね、えー、9万3000平方メートルの物流センターを設置すると、ね、探してますというのを、えー、今年の4月に発表しました。で、すでにブリスベンではね、議会でも誘致するというのがね、えー、決まって、優致に動いてます。 それからシドニーもね、シドニーの西の方に物流センター今建設中であると。まあ、これはもう画像なんかも出てますね。オーストラリアには、アマゾンは2012年にまずサーバーなんかのウェブサービス、まあ、その部署を作ってサポートを開始。で、翌年にですね、今度キンドルストアを開始したというのが今までのアマゾンの進出状況です。で、そういった情報を考えると、まあ 2017年10月、ね、アマゾンはオーストラリアの物販を開始するというのが、その TuneBay の、えー、予想とで。これ予想って言ってもね、eBay のセラーとか Amazon のセラー、しかも英語圏ですからね、えー、おそらく情報ソースとしてはね、明かせないけど、まあ、当然 Amazon の、ねえー、関係者とも交流がある人が、えー、何人か入ってるだろうと。でこの TuneBay が質問をね、受けている、えー 相手を考えると、結構ね、えーまあ、大きめのところというか、まあ、情報ソースとしてね、信頼できるようなところからも逆に質問をもらったりしてるんで、まあ、今、フィナンシャルタイムね、フィナンシャルタイムもティン・ベイにいつアマゾンオーストラリアを物販開始するんだという質問をしてるぐらいですから、まあ、かなりね、角度が高いのかなと思います。これなんでね、フィナンシャルタイムズがこれを気にしてるかというと、 おそらくオーストラリアの、ねえー、既存の物流業者、小、え、売、ー、業者、かなり大きな変化があるだろうと。まあ、要は株価にかなり影響するんでね、これ、アマゾンオーストラリアっていうのは、まあ、物販やってる私たちもね、えー、興味津々なんですけど、えー、それにも増して、株式市場で非常に注目が高いです。そんなわけでね、えー、必死で探ってる人、たくさんいると。まあ、その中でね、えー、10月という予想も出てきてるんで、 まあすでにね、物流センター手配済みだし、まあ、人は1000人も雇っていると、もちろんその1000人っていうのはね、今のサービスのサポート要員とかいうのが大部分ですけど、まあ、カツカツじゃなくてね、こっちに振り分けられる、アマゾンオフスタイルの物販開始に振り分けられる人も含めて募集してるんだろうなと、で、現に、ね、昨年10月ぐらいからね、大規模募集ってことで、アマゾンは募集してました。 で日本語ができる人っていうのもかなり募集してたんでね、まあこれは、えー、日本からの出品も、えー、ある程度、えー、見込んでると、ね。日本の商品は当然オーストラリアで売れるんでね、それを見込んで募集してるんだろうってことを考えると、まあ、去年の10月、1年前にね、まず先行してリーダーになるような人を雇って、で、まあ教育していくと。で、物流センターももう4月に探して面積まで出てる。 まあそういった中でね、10月、まあ、そうじゃないかなというふうに思います。10月はね、だからね、アメリカアマゾンに商品を送ると、ホリディーシーズンに向けてで。その商品をね、オーストラリアにも送っちゃうという形にできればね、これは相当今年の年末は楽しい年末になるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、引き続き、まあ、何をすればいいかね、その辺の情報を欲しい方、こちらのメールセミナーに えー、クリックしてですね、メールアドレスと名前を入力して登録するボタンを押してください。えー、無料でこのように開始時期がいつとかね、開、え、始、ー、を逃さないために何をやっていくべきかとか、そういう情報を配信していきます。ご登録お待ちしてます。テンバーアカデミー堀秀夫でした